ジャン=クロード・カリエールは、フランスの脚本家、俳優、著作家。フランス、ペロー県、ベジエ生まれ。大学在学中に作家を志し、ジャック・タチ監督の作品、僕のおじさんの休暇のノベライゼーションを執筆。同書のイラストを描いた、タチの助監督でもあるピエール・エテックスと意気投合し、大学を中退し、1961年、エテックスと共同で脚本を執筆し、エテックスが監督した短編映画ラプチャーで脚本家デビュー。1962年には幸福な結婚記念日でアカデミー短編映画賞を受賞する。続いて女は怖いです。そしてヨーヨーとカリエールの監督作で共同脚本を行う。1963年にはルイス・ブニュエル監督と出会い、没するまでの約20年間に、コマ氏の日記の脚本をはじめ、ブニュエルの後期傑作群、昼顔、ブルジョワジーの密かな楽しみ、欲望の曖昧な対象などの脚本を手掛ける。ブルジョワジーの密かな楽しみでは、アカデミー脚本賞にノミネートされた。他に、ルイ・マルのビバ、マリア、フォルカーシュ・レンドルフのブリキの太鼓、ミリョス・フォアマンのパパ、ズレてるー、と、宮廷がかごやは見た、アンジェ・ワイダの、ダントン、大島渚の、マックス、モン・アムール、フィリップ・カウフマンの、存在の耐えられない、軽さ、ジャンポール・ラプノーの、シラノ・ド・ベルジュラックなどの100本以上の脚本を執筆。また、イギリスの演出家、ピーター・ブルックのために30年間にわたって、舞台台本を執筆。インドの長大な叙事詩、マハーバーラタを脚色し、9時間上演版を作ったことも著名。2007年にはコペンハーゲン国際映画祭において生涯功労賞を授与された。2014年アカデミー名誉賞を受賞。他の日本語訳書に近年はイタリアの作家、哲学者のウンベルト・エーコと共著でもうすぐ絶滅するという紙の書物についてがある。2021年2月8日、パリの自宅で死去した。89歳没。ありがとうございます。